ノイ最新不動産情報。どうもベトナム住みすぎの WC 杉です。さあ今回はハノイでございます。Nアセットさんと共にハノイに降り立ちました。いやハノイもねこれからどんどん俺は紹介していく。ちょっと待って、何なんかちょっとカッコつけてない。いやカッコつけてない。あんまり来る場所じゃないからさ、ハノイが、うん、ちょっとなんかいやちょっと気合入ってるやっぱハノイもこれからどんどん仕事来たいよ俺は。ああそうか。そう今回のさ不動産紹介する場所が名前かっこいいもん。フィエスタ。まず外観これ見てよ、もうおしゃれ極まりないでしょ。バリとかさ、そうなんかそのリゾート地でなんか使われてるデザイン。デザインだってライトぶら下がってるんだから。ぶら下がってるよ。こんなのなかなか見たことないよ。ホーチミンとはやっぱ違うさ、ハノイの古都な感じもなんか雰囲気出してるよ。わかる。だからもう中とかもめっちゃ楽しみ。中行ってみましょう。レッツゴー。右には食堂もございます。ここが朝食エリアですよ。めちゃくちゃ広くない？広い。でもう何が嬉しいかってね、朝食おかず6品多すぎやろうちのおかんでもマジ 2品。いや2品飽きこよ。レベル、え、レベル、え、なんか100万ですよね。そのレベル9000 9000いやもう6品なんてなかなか出せないよ。だからもう健康になるばっかりじゃない、ここで暮らせば。贅沢よ贅沢。だってもうよりどり緑、さつき緑だ。さつき緑きた。よりどり緑、さつき緑で、これ米はコシヒカリ、石田ひかり。俺コシヒカリですよ。本当は日本で生活してるより本当いい飯食えんじゃない、朝食レベル。単身者にはもってこいよ。ああマジで聞いた時ここ住みたいって思ったもん。月から土曜日まで、まあ日曜はねだからまあお休みということになりますが、うん、月堂でね食べることできて、でサラダとか、まあ、調味料とかもねここも充実してますよ。でなんとねこう無人ミニマートって言って、ちょっとお腹空いたなとかさ、なんか夜食食いたいなってなった時にこういうお菓子だったり、まあ、海苔とかもね、まあ、飲み物とかカップ麺とか、もう本当こういうなんかコンビニ、ちょっとしたコンビニみたいな、あの生活必需品的なね、うん、置いてあったりするね、物も置いてあるっていう。でなん隣には無料で使えるジムもございますと。いやファシリティ最高じゃないですか。冷えたビールコンビニまで行かんでいいよ。本当だ、マジで一回降りるだけで、うん、冷えてるビールも買いに来れるわ。中に入ってきました。もう中もねお花があったりとか絵画があったりとか、おしゃれな場所ですね。ロビーには日本語対応できる方への電話番号などもありますんで、はい、ホットラインね、何か困ったら連絡すれば日本人の方って、まあ、日本語で対応する、はい、日本語しかできないんですっていう方も対応できます。もちろんねこの入り口、はい、これはもうオートロックですから。そうね、もう今入ってこれませんだ、ね、セキュリティバッチリ、はい、指紋でねそうやれますから、はい、じゃあ部屋に行きましょう。はい、うわー、はい、早くない、早くない驚くの。今中見た、見てないよ。じゃあダメやん。え、じゃあダメやん。中見てないけど、うん、もう感じたよオーラ、この部屋のオーラ怖い。そうダメだ、ちゃんと見て見てくださいはい、うわ早い、早いね。え、早いってここ、ここ見て分かるもん。ここもう分かるのよ。そうなんだ、もう分かるのよにできたからさ、めっちゃ綺麗やね。まだ1年しか経ってない。で
家具とかもなんだろう、日本人好みよね、すごいいいわ、ね、こう厳かな感じがしてさ、でここがうわえサービスアパートメントで週3回洗濯やってくれるって聞いてたけど、自分でもやることできる。マジでさ、土日とかさ、なんかもうしたくなる時あるやん。ある。いや、それこそその土日なんかスポーツとかして汗かくじゃん。それをさ月曜までまたなんてきついのよ。きつい。洗いたいじゃん。きつい。 俺まさにサービスアパート住んでて、うん、洗えんけん、うん、いつも手で風呂でさ、そうよね、洗っとったもん。だからそういうのをもう考えずに済む。だからもう自分で自分の好きなタイミングにできると。そう、うわこれめっちゃいいわ。でこっちも広いけど、あなるほどね、ゴルフとかやる人のためにこの高さの深さあるんだ。でまあここにもねゴルフの道具とかも置いたりとか、なんかちょっと大きめのバッグ置けたりとか。うわこれいいわ、この収納で。ちゃんとね靴箱もありまして、激アツポイントきたわ見てこれ、ハノイってね、うん、湿度高いんですよ、うん、でそれでね、うん、まあ、カビたりもする、うん、ただこういった空気が通り穴があれば、うん、革靴とかもカビ生えずに済む。激アツです激アツやんこれ。でこの広さね、この大きさ ね、たくさん入る、めっちゃいいよ。でこうストロークがありまして、大きな鏡もありまして、出た。まあベトナムとかね、ハノイとか、まあ、どうしてもやっぱ空気、まあ、外の空気とかあんまり綺麗じゃないんでしょっていうことをね聞くのよ。だけどこのシャープさんの空気清浄機、これあったらもう最強。これマジ最強だけどね、マジで。これ俺おならしたらもうすぐついてるから。いやなんか色変わらんいや変わらんやばいみたいな感じでいやもうほんとめちゃくちゃ吸い取ってくれるから。でこれさっきね、あの日本人の方に聞いたんですが、日本のテレビも全部無料で見れますと。あ、インクルード。家賃インクルード。めっちゃいい。めっちゃいいよマジで。住んでるだけじゃなんかハノイに来たって思わんかも。この部屋の中にいたら空気も綺麗だし、日本のテレビも見れるし、うらやましい。うらやましい。ちょっと杉本さんおらんのかな、ソファーが測れないよ。大きい、ゆったり座れるタイプね。あ、大の字。大の字しても余ってるね。なんか重い。体柔らかいね。ちょっと柔らかい、うん、なんかほぼ土みたいになってるでもまあ広いですよ。で、あのねちょっと弾力があるけん沈み込みすぎないやつ、めっちゃいいわ。もうちょうどいい。でテレビも見れて、こんなんもう最高やんってマジでちょっと激アツポイントが多すぎるわ。ほんと？やっぱさ、窓両方あるので結構良くない？このリビングがさめちゃめちゃ明るいやん。これマジリングライトいらず。 YouTuber の方リングライトいらずですわこれ。お前だって普段よりもすっごいかっこよく見えるもん結構よく映ってる。うん、マジでいいわこれ。でこれ気づいたわまた今日何回わってやって。いやほらほら音がさ、うん、外の音聞こえんなと思ったらまた服装ガラスですこれ。しっかり防音、防音してくれてる。外の音が聞こえづらいと。すごいね。激アツポイントありすぎて激アツですって言うの忘れてるからね俺もういやさっきからずっとなんか激アツポイントいっぱいあるって言ってるよねと言ってるけど忘れてるぐらい。でも冷蔵庫も、ね、ありまして、炊飯器も新しいですよまだ。でトースターとかもね。だからそのキッチンセットが全部揃ってるんだ。全部揃ってる。何も準備する必要ないよ。はい、もう洋服さえ持ってきてればそうここでもう生活できる。生活できる。一泊とか二泊とかでも泊まれたりするって、うん、ああそのホテルみたいに利用することもできる。 それも嬉しくない？うん、マジで。だからあるよね、ちょっとお試しで泊まってみることも可能ってことで、できる。ちょっとまた激アツポイントかもしれない。うん、水、うん、なんと
ベトナムの水って硬水なんですよ、うん、でも硬いんですよもう、うん、浴びてたらね刺さってくる。そうね、もうでそれをね軟水の水でどうにか洗いたい、体洗ったりとか、まあ、手洗ったりとかしたいなっていう時、うん、ここはそれを考えることない。もうここの水硬水を軟水に変えてくれてます。あらかじめ、あらかじめ上にタンクがあって、うん、変えて出してくれてた。柔らかい柔らかい。本当にお前分かってるのかよ。分かってる。全然髪とかも違うって言うもんね、ゴワつきとか、うん、俺って初めて、うん、まあ、こっち住み出して、うん、で初めて日本に帰った時に一番感動したのシャワーだけね。日本でシャワー浴びた時に、ね、当たりが全然違うってなって、これか洪水と軟水の差。そうよ、マジで全然違うよ。そう思った記憶があります。だもうね、嬉しいことだらけだわ。でこっちはベランダも、ベランダもありましてね、もう光も十分入ってきますよ。こちらが南向き、南向きでこう日も入ってきますと。なんかあの隣の家とかがさ、ああこそこみたいにさキューッと近いところあるじゃん。ああ、そうするとさ窓も少ないし、そうね、入ってこんけど、ここはそれがないないんよ。結構ハノイってね密集してたりとかするけ、うん、それがね不安だっていう声もねよく聞くけど、やっぱね違うね。おい、お前嘘ついてたら、ハノイ慣れっこよ。よく聞かよ。お前のとこに来てるの。聞くよ。僕も飲み屋で聞く。ハノイはやっぱ近いよねって。嘘つけよ。いや、もしそう思っててもお前には言わんやん。で、ウォーターサーバー。まあ飲み水はね、こちらで準備していただけるということで、1ヶ月に19リッター3本。いや、それマジエグい。すごいね。マジでエグい。これ何本って、インクルードよ。めっちゃ多いよ。めっちゃ多い。まあ単身の方にはもう十分すぎるね。ありがたいわ。じゃあちょっと寝室の方行ってみましょう。はい、うわ早くから今早くない。いや、もうちょうどタイミング、ベストタイミング、ベストタイミング見えてた。じゃあ見えてた。何があった、え、何があった、ソファー全然見えてないや全然見えてないや。ベッド、ベッドです。はいはい、ベッドルーム、はい、来ましたよ。クイーンサイズですよ。もう一人じゃ十分すぎる。もう二人寝れますからね、これ完全に。まあね、あ、一つ一つのさ、このこだわりすごい ね。これいいよね、この扉。あ、だって風もねやっぱちょっと抜けてるけん、うん、その湿度もこもりにくいんだろうね、やっぱ風が ね。でこれね、東向きの窓なんですよ。起きるのに太陽の光で起きたいっていう、そういう声すごい飲み屋の席で聞きます。飲み屋でね、うん、家の話めっちゃやってんのこういう話めちゃくちゃ聞く。だからもうこの東にあるってのは嬉しいのよ。あ、西日ってねちょっとねやかましいのよ。やかましい、やかましい。西日いらん、あ、西日いらんから、やっぱ起きる時に欲しいの。でも朝日はいい。朝日はもう欲しいよ。静か、朝日健太郎でしょ、やっぱり。おー、熊本が誇る。鎮西の欲しい。鎮西の欲しいでしょ、やっぱ。もう誰も覚えてるよ、朝日健太郎が鎮西出身って。欲しいのよ、やっぱ。ねえ、でもまあまあ、ね、窓も複層ガラスになってますから、はい、静かに睡眠もできると。やっぱね、全部統一されて、このね、木なんですよ。これがやっぱね、いいよね。うん、足音もなんか、ね、せんし、静かにこう歩くことできる。で、あ、ここちょっとしたテーブルか、デスクワークもここでできるんやね。で、収納もこちら、はい、広いですね。で、セキュリティボックスもありますんで、貴重品などはここで管理できますと、はい、いいね、その扉の絵もさ、なんか本当落ち着くわ。こう2段になってる。もう1人じゃやっぱ使い切らんわ、これ。で、ここね、無駄なく収納使ってますって。帽子だったりとか、うん、ベルトネクタイとかかけるのかな。でここにもあるし、はい、住みたいわね、はあ、さあ続いてはバスルーム行ってみましょう。どういう表情。いやー、もうまず浴槽でしょこれ。マジでめっちゃ嬉しいやん。浴槽付きのサービスアパートメントね、まあ少ないよ正直。たくさんあるわけじゃない。
これがねあるだけでねやっぱもう日本の風呂って感じがするよね。日本の風呂毛布かけてるあのお湯を浴びてる、ね、お湯を浴びてる、ね、日本の風呂って感じるよね。でここにも窓あるけさ、やっぱ湿気をねちゃんと外に飛ばしてくれるって、うん、窓あるお風呂もねこんな広いのってあんまないよね、うん、もうちょっとちっちゃめだったりとかするんですよ。でまあ洗面台とかもね広い、収納もおしゃれな感じですね、統一されて、木のね、うん、の収納ボックスとかなんかいい味だよね、うん、めっちゃいいわ。そしてここね今ちょっと暑いでしょ、暑いなって思ったでしょ、ちょっとねこれ聞きました、はい、なんと今この部屋ヒーター入ってます。激アツですからの最高まあホーチミンだってね我々ね暑いけんもう一年中暑いけんこんなヒーターなんていらんのだけど、うん、ハノイってマジで寒いやん、12月1月2月なんて冬がね、一応四季があるもん、ね、そう、その時やっぱねお風呂とかも、まあ、お湯なんかこう浴びてもまあ肌ちょっと 洗ってる時寒いってなるけど、ここはヒーターってならん。そこだけじゃないよ、やっぱもうトイレもさ、そのこれねトイレの便座もあったかくなるんです。うわ日本クオリティやん、すごいね。もうウォシュレットもねもちろんついてますし、めっちゃ良くない？で、まあ、サービスアパートのようなだけね、お掃除もしてくれるという。屋上にはゴルフ練習場もあります。行くぜ。僕もゴルフやったことありますからね。ほら、来た。そしてなんと、自分で撮るためにこういったものも用意できてます。だから、それはさ、なんかカメラ、うん、あ、カメラとかね、これ見て、でもスマホとかでねチェックできるわけでしょ。ああで眺めもねめちゃくちゃ景色いいですよ。あっちの奥にはビーホンメトロポリタンも見えますんで、でこっちには大砲もあります。めっちゃ眺めいい。最後、家賃を出たらタダで借りれるのコーナー、きたーハノイでもハノイはその辞退してよ。いやいやいや、もう借りるよ、借りてもう時々出張で来るよ。出張って何もないやん。お仕事いただいてさ、したらもうここ借りてたらホテル借りんでええやん。すごいランクのホテルと一緒だもん。だってこんなこんなさ日本のテレビ見ててさ、ね、最高だね。いやマジでいいよ、うん、振り返るとね家賃当てるのも結構むずいなっていうのは思う、まあね、まあ、その結構いろんなサービスついてるから、うん、まず、うん、日本食中心の朝食サービス、うん、朝食サービス、まあ、日曜日除くね、うん、月土よ、うん、でインターネット、まあ、もちろんあります、はい、Wi-Fi あって日本のテレビも見れる、はい、見れる。で週3回清掃サービス、うん、週3回洗濯アイロンがけサービス、うお、それもあるんだ、アイロンもかけてくれた、うん、で週1回の寝具カバー交換、あ、それもね、サービスアパートで、ね、で月3本のウォーターサーバー19リットルもらえる、うん、バイク1台分駐輪代、はあ、ジム屋上ゴルフ水道代無料はい、水道代までインクルードもね。でさっき聞いた話によると自転車も無料で借りれるんだって、ね、自転車もよ、これむずいぞマジで、めっちゃむずー。はい、来ました。はい、ハノイもね価格、不動産価格高騰してるって言いますんで ね、 そうね、うん、もうそこら辺はやっぱもう慣れてきてますから、はい、もう読み切った読み切った、はい、いきます、お願いします。$1,300、$1,300でお願いします。いいですか、はい、ファイナル、いいですか、ファイナル、ファイナル答えをお願いします。税込み $1,100 です安いマジか、だ普通のコンドミニアムだったらネットとか日本テレビとか普通に払わなんけんね、うん、でシャープの空気清浄機とかも買わなんけんね、買わないよマジで。いやマジ安ない、$1,100って、あれよ、もう聞いた話だけど、もうご予算に合わせてフレキシブルになんかこう、まあちょっともうちょっと多めに出したら違うなんかものを付け足したりとか、それこそあれよね、だからちょっと追加で、うん、まあいくらか払うと
その電動バイクとかを借りれたりとか、うん、借りれたりとか。はい、というわけでもう皆さん早めに契約結んだ方が絶対いいです。ここマジですぐ埋まると思う。もうすぐ取られます。はい、気になった方は下の方のエナセスさんの方まで連絡お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。ハノイ最新不動産情報でした。さよなら。